わチャンネル。こちらのチャンネルは毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よはですね、ツバキさんに行ってまいりました。こちらのお店は神田から歩いてすぐのところにあります。ランチはカレーをメインで、夜は居酒屋さんという二毛作のお店でございまして、くわちゃんねるでも、2度ぐらいですね紹介させていただいたんですけども、今回で、いろいろトッピングも増えてますし、カレーのレベルの方も上がっているということで、もう早速行ってきたんでご覧ください。本日のカレードン。こちらが椿さんのメニュー表。3種盛りから注文できて、カレーの3種はこちらの通り。定番のチキンカレー、ポークカレー、そして限定カレー。本日の限定はキノコビーフキーマで、こちらは2種盛りから。もちろん単品2種盛りの注文もでき、ご飯の量を調節したり、トッピング、ドリンクの方も様々あります。副菜の方の説明もきっちりあり、本日の限定トッピングは分厚いトンカツ。本日はチキンカレーに限定カレー、そして分厚いとんかつトッピング。ボリューム感も満点、色とりどりの副菜たちもしっかり乗って、そのボリューム感をさらに引き立てるカツが分厚い。揚げたてサクサクのカツに包まれた中身ジューシーな豚、いいスパイスの香りのチキンカレーや、限定のビーフキーマの方もワクワクしながら副菜たちを横目に。それでは本日もいただきます。まずは本日はチキンカレーの方から。一口食べるとその旨味、スパイス感で本日もうまし。豆の方も入っており、いい食感のアクセント。キノコビーフキーマの方もしっかりと肉感、キノコの食感が楽しく。お待たせいたしましたの真ん中に鎮座するカツをめくると、中からジューシーなお肉の姿が見えて、もはやこれは最高。細かめの衣がまた食感を増殖し、口の中で広がるジューシーな肉汁、そしてさすがの分厚さのカツ。チキンカレーと相性も良く、そのままカレーと一緒にカツを食べてみたり、ゴロッと入ったチキンの方を食べてみたり、それぞれのカレーをそれぞれの副菜をいろいろ食べてみたりと、さすがの楽しませてくれる一皿。アチャールの酸味やキャベツの食感を楽しんだりと、こちらも嬉しい副菜。キノコビーフキーマの方もしっかりとキノコがわんさか乗ってるので嬉しみ。カツをトッピングするとかなりのボリュームになるので気をつけましょう。個人的にはチキンカレーの方がさらにグレードアップされており、前回よりめちゃくちゃ美味しくなっている印象。まだまだこれからも楽しみなカレー屋さん、椿さん、本日もごちそうさまでした。めちゃくちゃレベル上がってました。チキンカレーの方、ほんと久しぶりにいただいたんですけども、豆の方がね、前回は入ってなかったんですけども、今回確認できまして、そちらのね、だしとも一緒に作ってるということで、そちらのコクだったりもプラスされてるのか、食感の方もプラスされてますし、しっかりとね、チキンカレーの方のカレーの味のグレードがもうアップしてて、めちゃくちゃ普通に美味しいチキンカレー。そしてそこに分厚いカツがドカンと乗っかって、もう中からジュワッと出てくる旨味だったり、外のね、カリカリ感というかサクサク感も最高で、もうトッピングで、ね、数量限定なんですけどもね、ある際はぜひしてみてください。去年のね、神田カレーグランプリで惜しくもだったんですけども、今後めちゃくちゃ期待できるお店なんでね、ぜひね、もうカレーのトリコ並んでてめんどくさいわっていう時に、ぜひ椿さんに行ってみてカレー食べるなんていうのもいいと思います。はい、というわけでカレーに虜な生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。